さんです。怖かった今。超一位。超お願い。超誰？超目指す。超一位決める。僕たちが超十代。本日はそのちゃんがあちらから出てきてやるのは。そのちゃんの1位になるまで帰れません。やったー。帰れないんだ。そうなの。どういうことかっていうと、だからメンバー内でこれなら自分が1位になれるだろうっていうランキングをね、1人2つ提案してもらって、そのちゃんに1位に決めてもらうっていう感じなんですけれども、でも別にそのちゃんが好きなものとかじゃなくて、自分の中の1位をそのちゃんに選んでもらったらいいってこと。そのちゃんが1位にしてくれそうです。自分のお題はメンバーの。なるほどね。そうちゃんのことわかるはずでしょ。わかります。なんでもわかるでしょ。はい。特にねねちゃん。うん。任せて。シードだよ結構。そうだよ。そうだよ。外せないわけだよ。これが逆にさ、1位もし外したらどうするやろうかって感じだよ。絶好。ぐらい自信はあるってこと。あ、すぐね。やっていきましょう。お願いします。では早速。はい。はい、わかりました。まず誰から提案しますか。なんですか、この手は。MC と言ったら。この中で MC。はい。いいやん、いいやん。では行きましょう。最初のランキングは。はい。この中で一番 MC がうまくと。はい。第一位は。あやかちゃん。成功でございます。やったー。まだあんま話したことない人。え、それは自分ってこと？優香が1位ってこと？そこの中だったら事務所も違うし、活動も一緒にしないし。なんか悲しいけどこれからあ、そうもっと話してみたい人。あ、いいじゃん、いいじゃん。それはいいかもしれない。はい。では行きましょう。はい。もっと話してみたい人、この4人の中でもっと話してみたい人、はい、1位は誰ですか。1位はゆかちゃん。成功でございます。やったー。ナイス。ありがとう。素晴らしい。これね、危なかったね。他の人は昔から一緒にいたりとかが結構あったり、同じ事務所とか関わり結構あったので、優香ちゃん超10代からの中なので、もっとやっぱ話してみたいです。素晴らしい。この調子で連続正解。すごい。すごい。優香の。優香ちゃん。いけそうだね。入ってるよ。あ、わかった。お、来た。この中でアイスが好きそうな人。そうちゃんに最近ルーがハマったアイスを勧めた。うちは結構聞いたけど、そうちゃん届いてる？届いてる。みんなに結構最近届けてる。大丈夫。それは必要ある。オッケー行こう。では行きましょう。この4人の中で一番アイスが好きそうな人。うわ迷う。2人で迷う。はい、1位はルルちゃん。本当に大好き。よかった。今日もアイスの話したよね。そうしたよね。そうやで、おすすめを教えたの。え、誰と迷ったの？え、こもぞい。あぶねー。まさかアイスちゃんだと思った。ね、私もじゃあルルはアイスが好きなイメージがある。そう。大正解よ。すごい。上げてしまっている。やったー。してないよ。すごいじゃん。では。したので、連続でしてもいいですし、連続でしてもいいです。考えるね。でも。オッケー。なんか1個あるんです。この中で一番面倒見がいい人。ああ。臭いんだけど、なんかルーを変えそうな気がして、引き回しをなんかうまく。なるほどね。え、じゃあ答えをあやかにしたいってことやな。あ、確かに。いいじゃん、気配り中。失敗したら20キロ消えます。え、いいです、いっちゃいます。いっちゃって。言われたい。いや、いけるんじゃない、これ。はい。このメンバーの中で一番気配り上手な人。1位はあやかちゃん。成功でございます。すごい。ナイス。あ、全然。ナイス。素晴らしい。嬉しい。嬉しい。やった。怖かった今。走り方すごかった。すごいさーちゃん。理由聞いてみます。パッと出てきたのがあやかちゃんだった。嬉しい。やったー。連続正解でございます。すごい。私すごくない？ちょっと想定外です。男倒れですか？はい。よし。いいことよ。マジでうまい。嬉しい。わかりやすいみんなこれ。結構わかりやすいで。まあでも2週目がねやっぱりきついんでね。そうね。まだちなみに出てない人いますからね。7分だこれ。じゃあこれで5つ目の提案。俺は。お。やばい。決まった。一緒にご飯行きたい。いや、めっちゃいいの。でも前回も選ばれたもんね。そう、しかも、最近、和食にハマってまして、こちら。それで一緒に行こうって、和食にしてもいいですか。和食一緒に。では、行きます。はい。一緒に和食を食べに行きたい。はい。はい、はよ。では。1位は誰ですか？1位は小園愛さん。成功です。ラボらしい。簡単すぎた。簡単これもう一生話してる。和食食べに行こう。毎日ずっと。めっちゃいいじゃん。和食でわかった。和食でねねやってなった。なるほどね。よかった。これすごい。やっぱすごい。はい、長時間語りたい人。これはもうまあさあちゃんのことをよく知ってますからルルを選んでくれるんじゃないかなって思っております。自信あります。大丈夫。大丈夫だと思う。大丈夫やんな。なんか私たちは長時間語るとかに。そうなの？めちゃめちゃ大事なんだけど。なんか終わっちゃうの。和食限界来てる。和食なんだな。続いてのランキングは一緒に長時間語りたい人。語りたい人1位はルルちゃん。本当に？聞いたこれかっこよくない？びっくりしちゃって。やっぱルール先輩とはね、たくさん語らないといけないこと。ほら、ほら、そうだよね。すごい。来たこれ。よく分かってる、そうちゃん。分かんなかった、これは分かりにくかった。誰だろうなと思った。でも本当に本心で。すごい。かっこよ。うちもです。思ってるよ。すげえ。誰だっけあと。そうだ。どうしよう。かっこいい。ここまで来たら全部行きたい。全部行きたい。全部。分かりきったランキングじゃなくてね、勝負しましたからね。勝負しました私。勝負する。案内してほしい。あやか強くない？私ね話してんだよね。うわ。すごい被害が私被害。自信がユニバとかですね。ユニバ落ちちゃうね。確かに案内できるから一緒の家に住みたい人。あ、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。確かに出たね。かけに出たね。同居。あ、いいね。あと同居。いいねいいね。うわー決まった。お、チョコバナナ作るのうまそうな人。どんなランキング？大丈夫？すごいね。うちは結構チョコバナナと納豆が好きって発信してるので。あ、そうなの？知らなかった。うん。あ、あんまり知らなかった。初めて聞いた。ごめんね。チョコバナナ聞いたことない。あんまり知らなかった。大丈夫？では最短で終わる可能性もあります。お願い。では、一番同居したい人、そしてもう一つのランキングはチョコバナナを作るのが一番うまそうな人。飲み込んでくれるの早い。ではまず一番同居したい人、直結チョコバナナ。一番同居したい人ランキング1位は、一番同居したい人ランキング1位は小園愛さん。よっしゃー。いいよね。なるほど。そしてチョコバナナ作るのが一番うまそうな人1位は、チョコバナナ作るのうまそうな人1位はチョコバナナ作るのうまそうな人1位はゆかちゃん。なんで？なんで？ということで、宮松壮さんのことめっちゃ知ってます私。めっちゃ知ってるやん。はい。レモン世界。さすがよ。そんなことかつてあっただろうか。じゃあ有機的をした。確かに確かに。モーザイさんやっぱ同い年なので、一番やっぱり一番気使わずに生活するなら、まあ一番楽。嬉しい。これなんで？ゆうかちゃんバナナ好きって言ってなかった？すごい。言ってたよね。なんか最近言ってた気がする。しかも結構すげえ。それをなんか覚えてたので。つーちゃんすごい。仲いいね。おめでとうございます。ありがとうございます。そらちゃん大好き。オッケー。やった。すごい。すごいこれ。びっくりだわ。ね、びっくり。すごい。すごい。あるんだ。